全国の食品メーカーが春の新商品を並べ、消費者に試食してもらう催しが金沢市内で開かれました。新商品お試しフェアは、地元スーパーのマルエーと北陸朝日放送が共同で企画し、毎年春と秋に行っています。金沢市内のホテルでは、食品や飲料のメーカーなどが54のブースを設け、抽選で選ばれた500人の来場者に一押しの商品を PR しました。いただいたことないのがいっぱいございまして、美味しかったです。半分ぐらいしかしてませんので、まだまだ美味しいのあると思います。期待してます。なんか食べてみたかった商品とか気になってたものがちょっと試食できるんで、すごい参考になってます。夜の献立に使えるものかな。また北陸朝日放送のブースでは、毎週水曜放送の美人レシピに出演する瀬尾美玲さんと上野アナウンサーらが新商品を使ったレシピを紹介しました。